棒の手は剣術、棒術、薙刀術など武術の形による伝統芸能です。もともとは室町から戦国時代にかけて農民が自衛のために覚えたり、戦国武将が兵力増強のために習わせたりした農民武芸であるとも言われています。一説には飾り馬、馬の頭とともに熱田神宮に奉納された演技が棒の手の発祥とも伝えられています。棒の手は後に五穀豊穣を祈願する祭祀芸能として発展し、寺社への奉納が盛んに行われるようになりました。現在愛知県内には10以上の流派が伝えられていて、そのうち豊田市には4つの流派があります。剣闘流は戦国時代、今の名古屋市にあった尾張中根城の城主、織田越中の神信輝の家臣本田勇武を創始者としています。織田家没落後、現在の瀬戸市信濃に住した戸田源左衛門が勇武に協力して門人を集め、棒の手の指南に励みました。その後尾張地方に広まり、さなげなどにも伝承されています。藤巻剣闘流は江戸時代初期、上京年間頃に尾張東春日郡今村、今の瀬戸に住した僧藤巻社門が編み出した藤巻流に、他の剣闘流、高輪石製流を合わせて成立したものです。明治時代からは現在の長久手市を中心に尾張地方や西三河地方に広まりました。その後豊田市笹原町に住した加納利三郎らが免許目録を伝授され、豊田市四郷町、杉本町、藤岡町などに伝承されています。鎌田流は戦国時代、今の日進市にあった尾張岩崎城の城主丹羽勘助の家臣鎌田兵太広信が創始者と言われていますが、詳細は不明です。江戸時代中期、現在の豊田市宮口町に住した深田左兵三つ孫が和合村の小島君吉の門に学び、免許改伝を終え鎌田流の宗家となりました。その後さなげをはじめとして西三河地方に広まりました。鬼頭流は戦国時代、今の名古屋市に住した鬼頭次郎左衛門の宗師とされています。江戸時代後期には現在の長久手市北熊の門人たちが免許目録を授かり、発展に寄与して尾張地方に広まりました。その後三河地方では関南町に伝わり、岡田修六らが免許目録を伝授されて宗家となり、西三河地方に広まりました。現在豊田市にある4つの流派の棒の手は、各地域の人々により時代を超えて受け継がれてきたものです。